ポン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 ,ポンポクニャン、まあそれにしてもね、あの西村大臣、え西村康稔経済再生担当大臣のね、この,、えー、この酒をですね、まあ、提供する、まあ、飲食店に対して、ですね金融機関からですね働きかけてもらうと、まあ、これも圧力。 の、まあ、示唆するですね、まあ、発言っていうのが、まあ、先週、えー、菅首相がね、まあ、緊急事態宣言を出した、えー、出すっていうかね、その会見をした後に、えー、そういうことを言ったっていうのが、まあ、これ、あの、失言でも何でもなくて、まあ、きちんとパネルまで用意してね、こうやって働きかけてもらうようにしますって言って、 言ったんですね。だからそっからうわーっとこう、反発っていうのが、あの、ま、あネットでもそうですし、で、まあ、飲食店とかね、お酒を販売する卸し屋さんなんですか、ね、お酒店とかもすごく反発していると。 で、まあ、金融機関だってですね、そんなこと言われても困るみたいなね、あの、自粛警察を、なんでせなあかんねんや、みたいな、こう、反発っていうのもあったりとかして、もう全方位でですね、この西村 A さんに対しての反発の声っていうのがですね、わーっとなってると。で、それがね、まあ、その一過性のものっていうかね、まあ、こういうのはよくね、あるんで、その、なんていうんですか、もう一日で、 1>, 1日2日でね、収まるのかなと思ったら、いや、全然そうじゃないと。え昨日なんかでも、日曜日でもですね、こうテレビでもサンデージャポンとかですから、まあ、いろんな、あのー、まあ、アコにお任せとかもですかね。 え、そこでもですね、この、どういうことやととんでもないなと、なんかソフトな脅迫っていうかね、そういう発言なんじゃないかっていうことも、まあ、テレビでそういうふうに、ま、指摘されてるっていうことで、で、まあ、今週、えー、まあ、一週間ね、どう、あの、その反発っていうのが収まるのかなっていうね、 いや、これ相当ね、あの僕は根深いなと。んで、あと3ヶ月では、3ヶ月ぐらいですか、もう10月ぐらいには、まあ衆院選もあると。で、今、まあ兵庫県知事選もですね、まあ終盤に入ってね。まあこれが、まあ、あの、接戦だと。神戸新聞と読売新聞では接戦であるというふうに、まあ伝えられているわけで、これがどういうふうに、まあ影響していくのかなというね、 いやこれもあのー、僕もそ,そ,そこまで大きくなる問題とはですねやっぱりあんま思ってなかったですね正直に言うとねでもやっぱりねこう今までこうなん はいもう何回もね、この菅さんがですね、緊急事態宣言、えー、まあ、今回で4回目ですから、まあ、そこに対していつもですね、お酒とか飲食店が狙い撃ちされて、まぁ、あ、特にお酒なんかはですね、販売しないようにと、お酒を提供しないようにと飲食店でね、 そういう、まあ、経済的なダメージっていうのがすごいのに、まあ、協力金だって6に渡さないと、えー、満足できるようなお金っていうのが渡ってないっていう、そう,う、うっせきこう、不満みたいなものが、まあ、今回の西村さんの発言によってですね、まあ、なんか爆発した形かなと。で、これ飲食店だけじゃなくて、やっぱお酒をね、あのー、なんていうんですか、こう、バーとかね、まあ、いろんな居酒屋さんとかでもお酒、 でね、お酒のでワイワイ楽しんでた人たちに対しても、やっぱりこう、火つけたとこっていうのはあるのかなと。で、なか一方でね、こう、東京とかの、まあネットの写真とか見てると、まあコンビニの前でですね、お酒、あの、立ち飲みっていうかね、あの、な、何飲みっていうんですかね、こう、 あの、まあ、公園で飲んだりとかしてる人たちがいるっていう、まあ、そういう写真もアップされてたりとかして、なんかそれがすごくちぐはぐやなと、あの、お酒の販売を一律に停止するんだったらですね、まだしもで、飲食店だけ狙い撃ちして、えー、あの、お酒の提供やめなさいみたいなことをね、言うと。んで、ろくに保証もしないっていうのはですね、やっぱそれは、 まあ、あまりにも不公平だなと。で、しかも金融機関から働きかけしますっていうね、もう本当圧力ですよね。これ本当生き死にに関わる問題とかお酒、お酒じゃなくてお金のストップされるっていうのは、 いや誰のせいでこんな風になってんのかっていうのを、やっぱり政府が分かってない、菅さんも分かってない、西村さんもよく理解されてないっていうのが、今回の怒りっていうかね、有権者への怒りっていうのが、まあ、爆発してるような気がしますね。でまあ、今日え昨日 か今日ですか、西村さんは11日の、えー、夜のツイッターで私の発言で混乱を招き、えー、特に飲食店の皆様に不安を与えることになってしまいましたと、えー、投稿したと、えー。趣旨を十分に伝えられず反省しておりますと釈明したということで、まあ、方針を撤回したということをまあ強調したというのをツイッターに載せたんですけども、 まあそれでもやっぱり、あのー、批判がやまないと、こう東京新聞でも、ね、批判やまず辞任を求める声が、えー、相次いでいると、まあ、いうことでね、いや、あのー、こうやって釈明とか、まあ、あの謝罪するんだったら、やっぱりきちんとやっぱ責任を取らないとね、こう大臣ですからね。 あの一般人ね、ね僕とかがそ、その辺のおっさんが言ってるのと、全然その大臣の発言というのは重みが違うわけで、いやだから責任取れよっていうふうに、やっぱり大臣の失言とかね、大臣の発言っていうことに対して、たびたび問題が起こってくるのに、やめろ、やめろっていうふうになるわけですよね、でそれをやっぱり、釈明だけで済ませられるのかどうか。 っていうのが、あのー、こう今もずっと続いているわけで、全然、まあ、炎上しているわけですよね、だからそれが鎮火していないわけですよね、それがやっぱ今回、あのーまあ、兵庫県知事選だったりです、ね、まあ、10月ぐらいにはあるとされる衆院選とかにも影響するんちゃうかなとうう思いますし、今衆院選じかないか、ね、菅内閣支持率ですよね。 内閣支持率だって、まあ、3割台なんですね、いまだにね。それがさらにこう下がるっていうか、ですね上がる要素っていうのはないんじゃないのかなと。で、まあ、オリンピックだってね、無観客にしますっていうふうになって、まあ、復興五輪っていうふうにね、安倍さんが言ってたと思うんですけど、菅さんも言ってたと思うんですけど、 まあ震災復興のまあ五輪としてみたいなことを言ってたんですけどもまあ、その福島でもですね。無観客にするというのがですね。まあ、ここ23日のねまあ、大きな動きですよね。だ。それで菅内閣支持率にこう上がる要素っていうのが。 見えないなとで。ワクチンの接種が進めば上がるとかというふうに、まあ当初もですね、あの、菅さんも官邸もね、菅さん側も思ってたみたいなんですけども、全然そうじゃなくて、えー、まあ進んでるのに1日100万回だとか言った割にはですね、まあ予約が殺到して、えー、いや、ちょっと休止しますみたいなこと言うてみたりね、ワクチンが足り、足らなくなるからみたいなこと言ったりしてるわけでしょと。 いやそれでね、そのこ菅さんの菅内閣としての人気っていうのが、僕は上がるっていうのはなかなか思えないなっていうのを思いますね。でそれが、まあ、その象徴的なのが、まあ、東京都議選でですね自民党が全然議席をですね、まあ、10議席は増やしたんですかね、23から33人は増やしたんですけども、まあ、50とかですね、自公で過半数っていうのは。 えー、ならなかったっていうのが、まあ、これ、直近の動きですよね、だからそういう意味でもね、あの見えへんなと菅内閣支持率がこうあの上がるきっかけっていうのが、なかなか、まあ、あの直近の6月でちょっと上がったとかっていうふうに、えー、7月ですか、7月の初めぐらいにやったんですけども、それでも不支持率は。 50%超えてるんですね、不支持率はあの50%、過半数超えてるんでそれ、これが今回の西村さんの発言で、まあ、どう影響するかですよねこれあの、単に政府に批判的な人だけじゃなくて、まあ、テレビのコメンテーターだったり、著名人だったりが、ですね、まあ、自民党審判みたいな方たちも一斉に批判してると、西村さん、やめなさいみたいなことまで言ってはるんですよね。 ちょっとやっぱ次元の違うね、こう、その局面に入ってきてるようなあの気がするんでね。だから西村さんがきちんとけじめを取らないで、ずる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 やって、今後もあのコロナ対策とかね、おみさんと一緒になんか、あのまあ、テレビっていうかね、会見したりとか、あの顔が出てくるたんびにですね、うわ、うわっていうね。 そういう,そのう反発心みたいなものが、まあ、有権者というか、ね、国民に出てくる可能性というのを考えたらです、ね、やっぱりこれはまだまだ続きそうな、ね、こう心理的な影響というのはずっと続きそうな,なんか気しますねチャンネル登録よろしくね。